皆様大変ながら今日お待たせいたしました。ただいまよりベテランのリュウ・スンワン監督来日イベントを始めさせていただきます。ベテランは政府さえ金の力で動かす大財閥と悪は絶対許さない武闘派、ベテラン刑事率いる5人の個性派広域捜査隊の対決を描いた活劇アクション、香港映画のような肉弾アクションとコミカルで軽快な展開でありながら財閥の裏側を描き、韓国社会を一刀両断するダイナミックなアイデアは既存の韓国映画の概念を超える興奮を与えてくれます。そして本日は監督のリュ・スンワンさんに来日いただきました。それではお迎えしましょう。大きな拍手をお迎えください。リュ・スンワン監督です。ありがとうございます。で、초대해주셔서감사합니다。ご招待いただきましてどうもありがとうございます。몇년전에베를린파일개봉할때개봉맞춰서이곳에와서여러분들을만나줬는데두번째만남인데벌써친숙해졌네요。数年前にベルリンファイルの公開の時にここでこの場所で皆さんにお会いして、ここでまたお会いするのは2回目になるんですけれども、すでにもう馴染みの場所になっています。즐거운시간이되길바랍니다。皆さんにとって楽しい時間になってくださったら嬉しいです。いや、実は監督ともね、前回ここでお会いしてる感じですよね。え、그저희동네온것같아요。そうですね、家の近所に来た感じです。今回の作品なんですけど、僕も拝見させていただいて非常に面白かったんですけれども、監督の作品はこう社会派というか、その何かその政治的なものであったりとか、今社会が抱えている問題というのは必ず切っているという印象があるんですけれども、監督の興味はそこにあるんでしょうか。그러니까표면적으로사회적인문제를제가다루는것처럼드러나긴하는데저는사실은사회적인문제를 다루긴하지만본질적으로는저는인간을다루려고해요。가면갈수록表面的には確かに社会的な問題を扱っているように見えるんですけれども、私としては社会的な問題の先に本質的に人間を描きたいという気持ちがあります。でも人間、個人対個人を描いていると自然とやはり社会が映し出されることになりますね。なるほど。日本だとあまり馴染みがないかもしれないんですけれども、韓国における財閥というのはどういう位置づけになるんでしょうかね。세상의모든것들이그렇지만그양면이있는것같아요。좋은점도있고나쁜점도있고，그여러분도아시겠지만그한국이근대화를맞이하면서世の中の世界の全てのことがそうだと思うんですけれども、両面性があるんですね。つまり表と裏、いい点と悪い点が世の中にはあります。そして皆さんもご存知の通り、韓国は近代化を成し遂げたんですけれども、その前には戦争もありましたし、とても劣悪な状況の中で現代社会を迎えることになりました。そして今の経済の発展の元を作ったのが、いくつかの今の大企業企業であり、その会社であり、人物なわけなんですね。하지만이제부작용도있죠。그회사를개인의소유물로생각하면서그전문경영인에게맡기지않고뭐이렇게가족들에게세습을한다든지。でもそこには副作用もあるわけなんですね。会社を個人の所有物として考えてしまって、経営の専門家を呼ぶのではなくて家族同士で経営に携わって家族が接収するというそんな状況になります。そして事業を拡大するために本来だったら手を出さなくてもいいはずの庶民の領域にまで踏み込んで庶民の人生を踏みにじるような、そんな無理な事業の拡大もするようになって、それが問題になっているわけですね。이런비유가정확할지모르겠는데자식들이다성장을했는데자식들이다그성장한자식들을둔
아버지가밖에서는돈을잘벌고집에와서는맨날술먹고애를때리는거예요자기말을잘들으라고この例えが正しいかどうかわからないんですけれども、子供が成長しました。その成長した子供の、父親が、自分は外で金を稼いできて、そして、家では、お酒を飲み、そして子供たちを殴るという、それと似ている気がします。で、家にいる父親というのはもう自分の言う通りにしろ、言うことを聞けっていうふうにして、まあ、殴るわけですよね。外でお金を稼いでくるわけだから、家庭は自分のものだと思っている父親と似ているような気がします。그집안에성장한자식은자립을이미충분히할수있고자립을시켜줘야되는것이맞는데도자립을시키지않는거죠자기가옳다고믿고そして子供はもう十分に自立できるのに、そしてまた親は子供を自立させるべきなのにしないわけですね。ずっと自分のものだということで抱え込んでしまうので、自立をさせないということになります。そうなるとやはり権力の均衡がバランスが合わなくなってしまうわけですね。それもやはりお金持ちが増えたことによって起きる現象だと思うんですが、私はいいお金持ちが増えてほしいというふうに思っています。でも財閥という言葉を使った瞬間、富に対する良くない感情もそこに伴われるような気がするんですね。で、私自身は財閥そのものが悪いとは思っていません。そういった財閥を作り出してしまうシステム、そして権力を維持するような方式というのが誤っているのではないかと思います。なるほど、ありがとうございます。そしてですね、本日スペシャルゲストにもお越しいただいています。はい、本作を見てですね、ぜひ監督にお会いしたいということでお招きしたいと思います。日本を代表するアクション女優の武田里奈さんです。よろしくお願いします。お願いします。一言ご挨拶お願いします。はい、あ、武田里奈です。いや、緊張しますね。緊張する。どうですか、作品を見て、はい、感想。そうですね、本当に久々に何回も見たくなるアクション映画に出会ったって思いました。監督の作品は前作のベルリンファイルも、はい、もちろん見てるんですけど、私が今回すごいハマったのが、もともと私がこう好きなアクション映画のジャンルってダサくてかっこいいっていうのがテーマの映画です。はいはいはい。なんかこう最近いろんなアクション映画見てて、やっぱかっこよかったりすごかったり魅力的な映画いっぱいあるんですけど、なんか自分のツボにハマったアクション映画に出会ったのはここ数年で、本当やっときたって思いましたね。なるほど。監督、それ聞いていかがですか。이렇게아름다운미녀에게칭찬을받으니몸둘바를모르겠습니다。こんなに美しい美女に褒められて身の置きどころがない気持ちです。今は何の言葉も聞こえない感じです。今は何の言葉も聞こえない感じです。本当に너무보고있었어요。とにかくもう話されている姿をじっと見てました。今武田さんがおっしゃってた、そのダサかっこいいアクションっていうものに関しては、監督何かしら意識されたものがあるでしょうか。그저는이영화를만들때좀보편적인그감수성에기대는영화라고생각을했어요이것은뭐냐면私はこの作品を作るときに普遍的な感受性を大切にして作りたいっていうふうに思ったんですね。こちらにいらっしゃる皆さんはこれからこの作品をご覧になるわけなんですけれども、見ていただくと、とても愉快ではつらつとした明るい作品に見えるかもしれないんですが、実はその裏には重いテーマ、重いモチーフが隠されているんですね。でも、非常に重い問題とか難しい問題っていうのは、大人なら皆さん十分知っていると思います。世の中がどんなふうに回っているのかを知っているからですね。でも、私たちの後の世代までこういった、暗い世の中を残してはいけないというふうに思います。こういった暗い世界は、後々まで引き継がせてはいけないと思ったので、この作品を通して、私たちの後の世代の子どもたちも見て、何か考えてくれるような作品を
作りたいと思いました。なのでそのためには気楽に見られて楽しめる部分も必要だと思ったんですね。なのでこのような作品が生まれたんですけれども、そういうこともあって武田さんの感想が、先ほどのような感想になったのではないかと思います。なんかその僕の感想というかあれなんですけど、ジャッキー・チェンの映画とかを昔見ているとそのダサかっこいいじゃないですか。そういうのって何回も何回も見たくなるなって要素があると思うんですけど、この作品もなんかそういう、ベルリン・ファイルはベルリン・ファイルってすごくかっこよかったんですけど、この作品はこの作品でそのちょっとその人間味というかそのダサさみたいなところも含めてなんか何回も見たくなるなっていう印象があります。ありがとうございます。武田美奈さんは監督の方から初めてお会いをしたと思うんですけど、はい、そうですね、本当作品を見てたのでものすごい怖い方なのかなっていうイメージがあったんですけど、とても爽やかでちょっと見られると私も照れちゃうぐらい그제가어린나이에데뷔를해서지금한국의젊은영화인들은제가나이가되게많은줄알아요。私はデビューが早かったので、韓国にいらっしゃる人たちは私が若い人たちは私のことをかなり年配だと思っている方も多いんですね。지금근데보시다시피아직청춘입니다。でもご覧の通りまだ青春の真っただ中です。話も盛り上がってきているところなんですけれども、実は監督に武田さんからお願いがあるということを伺っていますが、はい、はい、そうなんです。劇中の後半でミス・ボンさんが前蹴り、ちょっと飛び前蹴りみたいのをやるシーンがあるんですけど、まあ、こう結構男の熱い映画の中で女性が一人こう活躍するっていうのがすごく憧れがあって、私もぜひちょっとそれをやりたいのですが、指導していただきたいなと。제가능력이될지모르겠지만그기꺼이감상을하겠습니다。僕が実力で教えられるかどうかわからないんですけども、喜んでお手伝いしたいと思います。お願いします。ぜひ厳しく指導してくださいね。アドバイスを。그발차기맞고싶네요。武田さんの足蹴りに蹴られたいです。あのそっちの方向もある。あ、그뭐이렇게지도할필요없이너무완벽한자세였어요。もう指導するまでもなく、もうパーフェクトな完璧な姿勢でした。지금뭐이렇게연습할시간도없으셨을텐데되게멋진자세를보여주셔서고마운데바람이있다면이멋진앞차기를봤으니까武田씨다른발차기를한번더멋진걸감상하고싶어요。おそらくこれの練習の時間はなかったと思うんですけれども、本当にかっこいい素敵な姿勢を見せてくださってありがとうございます。今前蹴りを見せていただいたので、武田さんの別の何か蹴りとかも見たいですね。本当にこれ完全に今台本にないことになってますよ。台本にないここに。後ろ回し蹴り、受ける人が死ぬかもしれませんけど。どう受けますか。あ、でもちょっと危ない危ない。死にます。大丈夫。持たないと無理ですか。はい。本格的な指導ですね。下手したら死にますからね。はい。東京ボーダーレス TV。